が地上形態のパトロイドである航空兵器ならではの高出力が生む極めて高い機動性は装甲の脆弱さを補ってあまりあるものとなり、出力重力比は高機動性を誇ったデストロイドスパルタンの4倍にも及ぶパトロイド形態を取るときには VF-1 の基本機体ユニットは2つに折れ、機体は完全な人型形態となる。変形は高速流体、パルス、アクスチュエーターにより戦闘機形態により最速 0.9 秒で変形は完了する。スペック前方 12.68m、 標準離陸重量18,500kg、 シル発動機新型出重工 B&W ホイス FF2001 熱殻タービンに出力 17,680PS、 カッコ陸上モード固定並走、マウラは ROV20 レーザー機関砲に標準装備カワード GU11 50mm 三連打トリングランポット。
いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、そしてその他の動画もぜひ見てくださいね。